もし万が一ゼロだった場合どうしましょうか。前も全然人気なかったあの頃とは多分5万人増えてるけどね。いやいやでも5万増えたって。じゃあいる？客入ってる？客おるけど、ものすごいカップルが盛り上がってるところで座ってはんねん、ダブルカップル。ほんでそこが当たり席やねん。こんばんは、撮影来たんですけど。誠治んとこ、誠治んとこ、登録者数20万人突破記念おごり飯ということでですね、もう集合時間8時はちょっと回っておりますがまあタレントぶって遅れていきましょうあた当たり当たりはですね、もう ここでいいですか。この席に座ってる人におごります。こういうお店なんですって、ここに座ってなかったらどうしようっていうのもありますね。誰ももう一個ぐらい選んどくじゃん。そうですね、第二候補も第二候補。じゃあ三角で、じゃあ、はい、ここだ、カウンターでやる。はいはいはい、もし万が一ゼロだった場合どうしましょうか。いやそれはもうあのカメラ目線で、なんか喋りながら適当に飲むわ、やさぐれ酒ね。うん、やさぐれ酒として、前も全然人気なかったあの頃とは多分5万人増えてるけどね、いやいやでも5万増えたじゃあちょっとじゃあ聞いてみますか。はい、ちょっと聞いてください。今日はあのイベントがあるっていうことでやってたんですけど、それを目当てで来たという人はおられますか。はい、あ、お二人、あ、ありがとうございますすいません、15万で、感じで人が5万増えたって1人増えその可能性は確かに否定できないけど、まあしゃあないな。そうですね、じゃあ行きましょう。行きましょう。どんな人が来てるか予想してみるっていうので、おっさんちゃう、おっさん、おっさんがよく見て歩いて声かけてくるもん。おっさんが歌舞伎町だしね。歌舞伎町やしな。女の子はもう来にくいや。来てくれたらありがたいよ。来てくれてたらありがたいっていう、じゃあ行きますか。どう、あ、いる？客入ってる？客おるけど、なんか、かわいそうやな。なんかあのものすごいカップルが盛り上がってるところで座ってはんねん、ダブルカップル。ほんでそこが当たり席やねん。え、いや、なんか違うほら、あれ？こんばんは、撮影来たんですけど。みんな知ってる人？ちょっと挙手で。はい、うちの YouTube の企画で来たぞっていう人、手挙げてください。よかったよかった。Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And I'm seeing. あら、じゃあ、すごい。当たり席を発表しましょう。あれ？当たり席はですね、入り口コーデ。知ってる人だよ。
真ん中、あ、そこが当たり席です。マジっすか、よっか、あなたを持ってあげます。知ってる人、知ってる人だよ。あの1時間ぐらいお話しさせていただきました。あ、そう、え、ギフテッド、え、ギフテッド、あ、あ、これどうする、審議、審議じゃないこれ。え、あ、ギフテッドの時の、あ、そう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 、あ、これどうする、あ、そうですか、あれ審議じゃないこれ、審議、これ審議、じゃあ審議して、カードできるよ、審議ですね。当たりがまさか譲ってもらっても、当たりを譲ってもらうっていうのはあり、あ、じゃあ元々こっち座ってたんです。あ、そうなんですか。だから、当たるとしたら彼女です。あ、相席です、相席。そういうことですか。そうです、それでも大丈夫ですか。いいですよ、全然。じゃあ、審議の結果、もともと座ってたのが彼女だそうです。あ、そういうこと、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。アザブ十番です。うん。アザブ十番。何仕事何してるんですか。主婦と会社経営と、はい、書道家です。書道家ではないです。書道が好きでやってます。男性も全然。全然知らない。はい、めっちゃ盛り上がってたから。めっちゃ長いよ。高校かみたいな。俺とすっごい昔の。お前、合コンみたいなの昔の今せえへん、今せえへんやろ、今知らないです。出会い系サイトと知り合うから、最初から2人やろ、やこんな4人でとかないやろ。今前もお会いしたんですけど、どこで千葉の元ミーティングで、うん、制服着て二血してもらったんですよ。あ、旦那さんがあの、すっぽん屋さん、あ、すっぽん屋さん、はい、あー、すっぽん屋さんの成人とこ2回目。 ありがとうございます。いえいえ、でも何回目かですよね。1回目、え、なんかその前も、あのちっちゃい前、あ、元本坊で1回やったの。そうですね、有料は初めて。そう、あの時はもう台風やったよな。そうそうそう、台風で大雨で風もすごくて、誰があの箱根の山登れんねん、うん、前日それとかと旅館泊まって、もう明日ないないで大変化してたよ。ほんな後輩が電話かかってきて、でも箱根の山元々が雨の中上がってきてます。めっちゃ来てましたもんね、うん、あれもね。嘘やろって言って、でもこれの前の時は何で2人とかしか来なかったんですかね。んこれ前にもこうやって、うんうんうん、4人かな、あ、4人か、あれはね、直前、直前やったから、うん、うん、知らん。私もあれ、YouTube でしてるとこで初めて知ったんで、まあ、かなり募集期間が1週間ぐらいしかなかった、知られてなかった、うん、知られてない。そうやな、結構みんな予定決まってるやん、うん、いや今日もね、一緒に行こうって言って5人ぐらい声かけたんですけど、うん、やっぱり予定入ってる、みんな予定入ってるのかな。結構そうやね、暇です、 暇でした。よかった、じゃあ自分の場合自分で金払うと帰って。また有田君が儲かるわ。私ももともと大阪なんですよ。どこですか。住吉区、阿鼻子ってところなんですけど。阿鼻子、水玉のケンちゃんが住んでたな。へえ、そうなんや。阿鼻子もなんか俺行ったな、ドカダのバイトしてる時に。で南で、うちの兄がガレージでね、バイトしてたんですよ。ガレージ、モータープールって言うんですか。ああ、あいおい橋の、ああ、おりやん。なんでバイトしてたから。で、そう、私高校の時ね、よう遊びに行ってたんですけど、そしたらパーってよう前やんってなって。うん、そうそうそう、あいおい橋はもうみんな芸人たちの店が多いね。あ、そうなんですか。そうそう、かつてはメッセンジャー黒田が100円か200円の持ち上げてるおばあちゃんから2万円借りたりとか。そんな芸人に優しい街、うん、はい、でその前に
マドラスカレーがあるやろ。マドラス美味しいですよね。あれ今だから赤坂ありますよね。役者のあれやろ、北村和樹君がね、あれの美味しい。北村和樹君が好きで東京に店出してくれたんだ。美味しいですよね。美味しいな、マドラスカレーは。一旦玉ねぎが溶けるまで煮込むの。あんまーと思ったらめっちゃ辛がりますよね。美味しい。ココイチとかみたいな、いわゆる具だくさんなカレーじゃないよね、うん、全部溶けてる。ルーだけみたいな。有吉橋に24時間やってる焼き鳥屋があって、よーも行ったわ、ね。めっちゃ美味しかったんですけど、種取り、種取りや、めっちゃドキュメンタリーの感じ、焼き鳥屋さん、焼き鳥24時間かな。ボクサーと喧嘩になってるの、ボックボクしばかりだった。ボクサーちゃん、キックボクサー、ボッコボコやられた。向こうはもう遊んでる手で、覚えてる。あゆ橋の出たところの千日前にぶつかるところに牛丼屋あったやろ、吉牛が。あのビームの4階がたまり場やった。みんな芸人集まって、そうなんですか。2000円かなんかで歌い放題、飲み放題みたいな店があって、まだあの養成所通ってる頃。でそこが場所移ったよな。添右衛門町の方に場所が移って、ちょっと大きな店になって、うん、その時はもう養成所出てるから、うん、そこでみんなで飲んでたら急に今田さんが来て、うん、なんか芸人がそこで飲んでるの聞いてきた言って、うん、全員のお金払って買ってくれてた。へ、やっぱ芸人ってそうなんだと思って、うん、やったなぁ。バファローゴロー木村が裸で歌っとったの。いい時代ですね。そんな時代。バンドタコサンズのボーカルがまた芸人してる頃で、アンドワニーって、うん、いやー木村と裸になって抱き合ってたなー。え、旦那さんとはどこで知り合ったの？旦那は大阪で修行してたの？いや全然、もうずっと東京の人に出会って、でもうちの兄が知り合いに妹に誰かおれへんかなっていう、うん、話をして。お見合い？お見合いじゃないんですけど、なんでもお見合いっぽいじゃん。まあ、なんとなく、うん、まあ、兄貴の紹介 で妹さんどんなんなんですかって言って、私結構なんか自分で料理するの好きやったん で、ああ、でそれを言ったらいいのいますよって言って、うん、料理人が出てきたんです。へぇ、なるほど。じゃあファン歴長いんですか？ファン歴は長いです。大阪おる時からずっとファンやってます。せいじ、企画は何か好きなのありますか？え、お化けの話。ほら、なんかありますか、そういう。私は全くなくて、はいはい、うちの母親がなんか見えるって言うんですよ。だから母親がそんな嘘つくことないじゃないですか。はいはいはい。で、まあ、私の部屋の上に母親の部屋あって、うん、夜中ね、若い時2時とかまで夜中起きてて、大気でバーって降りてきて、あんた今歌ってたとか言ったりとか、起こしに来たとか言ったりとか、でもそんなんでいろいろ見えるとかね。あとめっちゃ若い時にお父さんと、まあ、駆け落ちどうぞみたいな結婚して、お金なかったんやけど、そのある日寝てたら枕元にもう雨でびしょ濡れのお坊さんが立ってるっていうので夢見たんですね。黒い毛先で、でもう全然分かれへんけど、なんとなく弘法大師やと思って、うん、そっから高野山に参るようになって、で結構なんかうち親バーンとそっからお金持ちになってみたいな。で、まあ、そんなこんなでなんか見えるし、なんかである日ね、うちの父の同僚の人が自殺しはったでしょ。でそれ母親もよく知ってる人で、まあ、亡くなってからそのうち母親ベッドでこう寝てたら、こうベッドの足元のこっちにドアがあるんですけど、そっからその人入ってきて毎晩じーっと見てくるから、うん、しんどいなって、見えるけどそのお祓いとかしんどいなってなって、でそれを知り合いのクリスチャンの人にそういう話したんですよ。そうしたらその人がこれ持っときって言って、あの聖書をお母さんに渡してくれて、でもらった時からなんかピタッとけえへんくなって、でけえへんなったって言ったら、その人のとこになんで渡してって言ってきたって言ってました。ほんまか嘘かわかんないですけど。自分らは何が好きなの？
どうなっちゃうの、はい、成人とか。あ、心霊です。やっぱ心霊。やっぱり。好きやな、みんな。今は見えないんですか？え、今は見えない、うん、思ったほど戻ってきてない。全く戻ってきない。戻そうってしてたんだけど、うん、戻そうとしてたけど全く戻ってない。なかなか難しいな、戻すのが。昔は見えてたんでしたっけ、なんか嫌な予感みたいな、変な夢見てる。夢とかもいろいろあったけど、もう今は全くやっちゃう、うん、空飛ぶ夢とかももうあんま見えへんかった。へぇー、あんまちゃん全然見えへんすよ。そういう心霊体験もありますか。で、一回だけ二人が金縛りになって上に人が乗ってたっていう。へぇー、一回だけ上にの。僕はあります。へぇー、何何。僕は一番最初に働いてたホストクラブなんですけど、そこはしょっちゅうお化けが出るっていうふうに言われてて、ある時に酔っ払った先輩がみんなにこう落書きして寝てたから、面白いから携帯で写真撮ってたんですよ。で動画撮ってたんですけど、後日見直して なんでかわかんないけど、スローでこう見てたら、元こう寝てる時にこの間がちょうど映った時にがっつり男の人の顔が映ってて、その場にいてない、はい、でそこから携帯の調子が悪くなって電話しててもガー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 聞こえて、それ消したら治ったんですよ。へぇー、結構怖い。でも嫌いなんですよ。お化けダメなんですよ。お化けがダメなんで。でも、ほんまに思うけど、結局お化けで死んだやつおらんから。結局人間が殺しよるからな。人間が一番怖いから。あ、確かに。どっから成人のところに辿り着いたんですか、お二人は。怖い話。でもそれ誰の家？島田秀平さん。おお。秀平君。はい。秀平君すごいもんな。ね。秀平君いよいよ財布以外もなんか売り出してるな。マジで。なんか勧めてたぞ。毛布かなんか勧めてた。毛布？うん。だし。島田印じゃないだよ。ああ、はい、ただテレフォンショッピングとしての。どっかかるんだ。結構芸人さんとかも見てたっていうのあると思う。おすすめに普通に出てきて、それが多分心霊界だと思うんですけど。うちの心霊はちょっと毛色が違うんですけど、どうですか。いや、かなり面白いですけどね。はい、そうですか。の回でなんか全然写真撮れないとか結構リアルな。宮迫。ああ、宮迫さん出た時な。うん、ああ、スタッフが撮れへんかった、撮れへんかった。あ、不思議だったな。ね。あんなことあるんだな。観覧車、観覧車。あれに行った時に、パケタンがセイさんとめちゃめちゃ赤くなってたのが結構怖かったですよ。なかなかないって。ああ、俺が、神に最も近い人間って言われた時な。そうそうそう。認定された、初認定の時、うんうん、いや、あれだもほんまやで、悪い。神に最も近い、はい、自分が人生の中で接してきた中で最も神に近い人間言うてたんだよ。誠司さん、学校ちゃんと行ってたら東大行けるぐらいの IQ なんですよね。あ、でもそれはね、関係ないね。だからギフテッドの虫とか前であれやる。いや、うん、それは何本か奪っても160キロの球投げられへんから、そんな、だから多分160キロの球投げれる人は生まれたっけから投げる可能性があるから、うんうん、いろいろ IQ 高いからって別に万能ではないので。そうまあ160キロの球投げられる人もいれば早くよける人もいるし、そういうのはこう個性の一つやから、うん、あ、だから俺らともそうやから吉本あったからよかったけど、なんか吉本なんかゾッとするよね。何してたやろ思って。まだそんな人ばっかり集まってるからな、周りも。誰に頼まれたわけでなく、なんか例えばテスト受けてとかじゃなく、勝手に芸人やってるだけやから。チャンスさんとかでも吉本なかったらどうなってんねんと思うな。めちゃめちゃおもろいけど、めちゃくちゃおもろいけど。チャンスさんとかもそういうアーティスト一家的なのがあるからな。
お姉ちゃんピアノめちゃくちゃすごいへえ、そうなんだ。あ、じゃあすみません、ね、皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。今後とも一つあの、まだ急に急に